はい、皆さんこんにちは。こんにちは。今日のですね、8時の授業は本部を担当します赤です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうですか、5分は好き？あんまり好きとかで微妙な、ね、感じだよな。もう古文はみんな微妙なんだよ。英語とか数学皆さん目がいっちゃってね、これなかなか古文っていうのはね、皆さん、苦手にしてらっしゃる方が多いと思うんだけども、今日はね、特に一つね、皆さんに勉強してほしいのはかかり結び。たかがかかり結びと思ったら大間違いだよ、ね、かかり結びっていうのはね、解釈にすごく大事だところがあるんです。こういうのをね、実際にこの、最後の方にね、実践問題を見てきました。これ青山学院の問題ですが、これを一緒に解いていきましょう。解けるから大丈夫、苦手でも、ね、これを今日ね、しましょう。はい、それでは、まずね、最初2ページでね、かかり結びの法則、これはご存知だよね。増難やかに形容詞があると結びが連体形になる、ね、法則があったら実践形になる、これはご存知だよね。でもね、それはね、すごくね、大事なことなんですよ。で、そこから今度は解釈に結びつける、ね、これを勉強しようよ、ね、はい、じゃあちょっと確認してくれ。はい、かかり結び。おお、すごいすごい。ね、かかり結び。これね、古文の文法の中ですごく大事な一つなんです。ね、で、かかり。形容詞というね。それから結び。すいませんね、滑っちゃって私ね、ホワイトボード苦手なんです。もう本当はもっと嫌いなんだよ、字が。黒板の場合はね、いいんですけど、どうしても滑っちゃって、ごめんなさい。で、かかりは、はい、ぞ、なん、や、か、ね、あれはやは、あれはかは、ね、こそ、とあります。こういう形容詞、ね、こういうのがあると、ね、一定の活用形になるんです。ね、これがかかり結びでしょ。ね、ゾウナムは、これは脅威。ね、意味がある。ね、脅威だよ。強めるんだよ。ね、はい。やか、これは疑問反応。ね。はい、こそは今日意味を調べる。ね、で、ゾウナムやかがると、はい、結びは連体形になります。これは皆さんね、ご存知な、ね、知識でしょう。こそがあると、依然形になる。結びはね。はい、これがいわゆるかかり結びの法則なんです。ただね、これを、理解するときにも、この結びがしっかりとね、何形何形というのは分かってないといけない。そのためには助動詞の活用表、あるいは、ね、形容詞形容詞の活用表、動詞の活用表、これちゃんと理解されてないといけませんよね。そうでしょ、ね、ですからこういう、ね、助動詞の、活用表とかそういうのは全部まず覚えてください。覚えた？助動詞。ね、はい、覚えようよ。いいかい？覚えてればこういう問題ができます。ね、だから、もしよかったら、ね、ラップで覚える子も私の CD 聞いてください。ね、これは聞いたらもう絶対得だよ。ね、だから、2、3日寝れないと思うけどね。ズンザラズンザイズッズンザイズッと声入ってますから。こんなの聞いたらおかしくなるでしょ。ね、でも、絶対忘れない。ね、ですから、ぜひそれを聞いてですね、皆さん、大経験がね、さっと出てくるようにしておこうよ、ね、はい、それからこれはまあ皆さんね、ご存知だと思いますから、まあ、さっといきましょうね。で、大事なのは、今日やりたいのはね、かかり結びの訳し方で解釈、入試ではどういうふうに出されるか、これやってみようよ。もちろんこれは基本的な問題として出るよ、出るけども、大事なのはかかり結びの解釈ポイントなんです。こういうのだから、よし、
貝結びの解釈ポイント、入試ではね、やはり解釈がよく出されてますね。もちろんかかり結びの問題は基本的な問題出るよ。その他にね、この訳し方が生まれてきます。でまず一つはいくよ、母祖連帯結びの結びね、はい、母祖偽善形、つまり母祖とか母祖とあった場合は訳し方決まってるよね。どう理解するね、これ覚えておいて、はい、母祖母祖ね、これは必ずこれセンターでも出されてるんだよ。次第では当たり前、懸念と気がかりだと、将来を懸念ね、将来を懸念するね、あるいは気がかりな気持ちを表すんです。で解釈はどういうやつかというと、何々したら大変だ、何々すると困る。はい、覚えようね。もぞもこそ、もぞもこそ、もぞ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 もこそ、何々したら大変だ、何々すると困る。もぞもこそ、もぞもこそ、もぞ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 もこそ、何々したら大変、何々すると困る。ね、こういう訳するわけです。例えば、ね、上智の問題。いくよ。今日もこそ聞け、ね、はい、これを解釈、ね、この解釈として正しいのをマークしなさい。混沌ですね。人もこそ聞け、まざまこそ、まざまこそ、まざ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 まこそ、何々したら大変だ、何々すると困る。だったら人が聞いたら大変だ、こういうんです。ね、それから学習の問題、ここにも載せておいたけどもね、雨もざ来る、ね、これも今日皆さんね、こんな空だといつ雨が降ってくるか分かんないね。こういう時には、ね、家にいてもお母さんがね、洗濯を干そうとしたら雨もざ来る、こう言ってやる。そうすると雨が降ったら大変だ、雨が降ったら困る、ご臨ね、こういう問題が入試に出されるわけです。はい、もういいよね、もう一回、はい、もぞもこそ、もぞもこそ、もぞ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 もこそ、何々したら大変だ、何々すると困る。はい、はい、もういいよね。こういうのが、ね、入試で出されるんです。まずこれが解釈ポイントの一つ。 OK、 だからそういうところで注意深く見る、それが問題を解く、ね、解く視点なんです。この視点をしっかり養おうね。どこに目を向けるか、ね、その視点がちゃんと備わっていれば、お、ここでやってるなと思えばもうそれが解答になってるよ、正解だと。どうでしょう。だからやはりね、そういう視点をしっかりと養ってほしい。それが主催者の意図とマッチングすれば答えになっちゃうからね。その視点をね、皆さんは勉強、普段の勉強をやってやってみてください。いいですね。さあ、それでは二つ目、はい、こそ偽善形、の逆説用法、これもね、これは皆さん先生方がね、学校で教えてくれると思います。はい、つまり文や和歌の途中の構想偽善形は、つまり偽善形で、終わってないんだよ。文や和歌の途中の偽善形です。
は全て逆説。ね、ないないけれど、ないないのに、ないないが、こういう訳するんです。いいですか。この古書前景の逆説用法もこれは流進から出る。いいですか。まあ実際ね、後でやってみようね、読解の中で。よろしいですか。古書前景の逆説用法、ね、これもすごく大事。そんなにね、いっぱい勉強しなくていいの。ね、年度が決まってるんだから、そこだけ集中的に勉強してくれておきなさい。よしですか。もちろん、ポストの他に、ね、ポスト前傾の逆説用法。はい、それから次いくよ。じゃあ次ね、3つ目。はい、出るのは反語のパターンです。ね、反語。反語ってのは内々だろうか。いや、内々ではないよ。ね、こういうふうに訳するんですが、まず、はい、矢は川。ね。ね、はい、やわかは反語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 。いいね。やわとかかわがあったら反語に訳せ。ないないだろうか。いや、ないないではない。ね、それから、漢文でもよく出されるんだけどね、反語のパターンで、未然形プラス運や。ね、それから終止形プラスべしや、はい、運やべしやのやも反語、やわかは反語、やわかは反語、運やべしやのやも反語、やわかは反語、やわかは反語、運やべしやのやも反語、やわかは反語、やわかは運やべしやのやも反語、こういうふうに覚えちゃう。ね。それから、ね。はい、疑問語プラスか、点々水量。ね、これも反語になりますよ、この顔は。いいですか。で、水量はね、ちょっと気をつけてよ。剣という過去水量の動詞があります。剣は除く。剣の場合は疑問で訳してください。反語になれないです。剣は除く。よしですね。剣という〇〇剣、剣、剣のようなという活用する助動詞。この場合は疑問になります。はい、これだけ覚えてください。よしですか。だから解釈ポイントはこの3つやっておけばいいわけです。ですね。はい、よろしいですか。これを一つ元にしながら実際読解やってみようよ。たったこれだけでいい。ね、あとは先ほど最初に書いてね、象並みや川連帯し、こそはいざいけるんです。ね、こういうことが理解されていれば、もう皆さんの鏡見せの王様である。ね、あるいは長様である。ね、大丈夫です。まあ、実際じゃあ問題やっていこう。で、それをやる中でこれからどう勉強すればいいかということが分かってきます。ね、はい、それでは、はい、2ページの問題からいこうね。まず基本問題だよ。